はじめまして、ゼロ校2年の川原春馬です。僕からは自分のやりたいこと、一棟貸しの宿を作りたいということについてプレゼンさせていただきます。僕はゼロ校在学中に起業したいです。世の中には衣食住という言葉がありますが、特にその中でも住という言葉が僕の活動のキーワードとなっています。キーワードになっている背景として、中学時代の話なんですけど、頑張って受験勉強して入った学校に馴染めなかったり、その頃家庭環境が大きく変わって家でも心休まる時がなかったりと、自分がここにいていいんだっていう場所がないというふうに感じていました。そしてゼロ校に入りました。ゼロ校に入ってからは、シェアハウスでの生活を始めました。僕は感情を前に出したりするのが苦手な性格で、どうやって人とコミュニケーションを取ればいいのかが分からなかったんですけど、そこにシェアハウスのいた人たちだったり、そこの地域の人たちが受け入れてくれました。そこで生活していくうちに、初めて僕はここにいていいんだというふうに感じることができました。そして自分にとって居場所とは、自然に振る舞える人間関係と空間があることだとが大切であるというふうになりました。そして僕はそのような空間をたくさんの人に提供していきたいと思います。またゼロ校のたくさんある時間を使って2ヶ月ほど日本の各都市を回っていました。知らない土地で知らない人々が行き交っている姿を見るのはとても自分にとって充実した時間で、今でもその記憶を強く覚えています。そのような旅の経験から空間プラス旅ということで宿泊事業に興味がシフトしていくようになりました。またサイバーパンクなホテル事業ということで、大敗的で SF チックなコンセプトの宿を HIU の直訴というビジネスビッチにチャレンジしようとしたんですが、誰が一体泊まるのかとか、そういう現実的なところでちょっとつまずいてしまい辞退してしまったこともあります。ですが宿泊事業はこれからも取り組んでいきたいと思ってて、今考えているのは、住んでるところから近い有馬温泉に空き家を使った一棟貸しの宿を作りたいと考えています。有馬温泉の特徴として、大阪の都心から近いこと、またコンパクトな街並みであること、また豊富な観光資源があることが特徴として挙げられます。子供を連れた家族旅行客と、あと女子旅を2つのターゲットとしています。宿のニーズとしては、地域に高価格帯の高級旅館やリゾートホテルが多いので安く泊まりたいこと、また安く泊まれる宿はあるのですが、古民家などを改装している場合が多く中心街にあり、騒音や揺れが NG です。ですので小さな子供が連れていたり、夜遅くまで喋りたいという層にとっては、一棟貸しの宿を借りることで気兼ねなく盛り上がることができると思います。またコンセプトは、みんなと街全体を楽しむということで、宿では温泉や食事などサービスは提供せず、街の事業者と協力して宿泊者に魅力を提供していきたいと思います。堀江さんに聞きたいことは2つあります。堀江さんは様々なことに挑戦されていますが、どうしたら自信を持ってやれるのか、またどのようにしたらリアリティのある事業を作れるのかということについてお聞きしたいです。よろしくお願いします。どうしようか、考えていることとして、もうちょっと有馬温泉についての調査を深めて、引っ越してそこでバイトを始めて、人脈を作っていきつつ、HIU の人だったり、その公的な創業支援のサービスとか使ったり、事業計画を作っていくのができることから始めていった場合、そうなるかなと思っていて、俺はなんか、はい、一晩寝かしてやることになったらすぐ動く人ですけどね。もうすぐ物件契約しちゃうな。その僕の言ってることはなんかリアリティがないってすごいたくさんの人に言われてて、でも今のリアリティあるんじゃん。別に一棟貸しの家を借りてリノベすればいいんじゃない。まあ今までなんかたくさんリアリティがないねみたいな言われてて、今回のちょっとこれは結構リアリティ重視で、リアリティ重視というか最初にニーズ考えて始めたので、これはもしかしたらうまくいくかもしれない。全然リアリティあるんじゃない。ありがとうございます。だから物件借りて、はい、不動産屋行ってこういうの探してるんですけどって言って紹介してもらって借りればいいんじゃない。でさあ自分でリノベすればいいんじゃない。 なんかまずい、いやまずくはないし、じゃあすぐやりなよ。はい、なんか どんなハードルがあるか。ないよ。ないですか。ハードルはあなたが心の中に作ったハードルしかない。だからあなたが自分で心の中に勝手にハードルを想像してるだけで、別にないよ。ないよ、客観的に見て。あ、はい、わかりました。ないと思うよ。いや、俺なんかそういうのか、だから、心の中にハードルとか作らないもん、俺。じゃあ実際に不動産屋に。だから考えるの。あ、はい。想像するの、未来のこと。未来のことなんか考えたっていいこと何もないから。だって、未来は絶対に悲観的だから。だって、年取って死ぬんだよ、いつかは。いいことなんか何もないよ。考えなくてまずとりあえず行動。いいんだよ。何か最低限。俺はもういいって言ったから考える、はいはい。考えなくていい。考えていいことは何一つない。考えていいこと。だから自信を持ってやってるというよりは考えてないだけなんだよ、俺は。俺も考えないようにしてるもん。今日プレゼンした内容そのままやればいいよ。やっていいよ。
全然。俺も、あ、これ絶対うまくいかないなと思ったら否定するから大丈夫、大丈夫。とりあえずできそう。できそう。君ができるかどうか知らんけど、はい、俺だったらできると思う。そんなポテンシャルがない人でもこれはできると思ったんで、それはできると思うよ。うん。やってみます。で、俺もいろいろあるんだよ。多分。未来に、なんかこれトラブルかなみたいなこととか、なんとなくあるけど、見ないようにしてるもん。とにかく毎日忙しくしてると忘れるんだよ、そういうこと。例えば死ぬ。かなり高い確率俺死ぬなと思ってるけど、忘れてる。例えばだけど、はい、一番俺にとってリスクが高いことは死ぬことじゃん。でも忘れてる、とりあえず。死を考えないようにして。で、どうやって考えないようにしてるかっていうと、毎日をクソ忙しくすると、考える時間がないんだよ。ああ、やばい、忙しい。今日やんなきゃいけないこと、まだこれだけあるとかと思って、やってると、いつの間にか寝る時間になってて、ストーンと寝るみたいな。でさ、はい、朝からさ、死ぬことなんか考えないじゃん。だから、また忙しくなって、いつの間にか寝てるみたいな感じの生活をずっと繰り返してるんで、今、死ぬってことが、すごい典型的に自分にとってリスクじゃない？だから、それを考えないようにしてるっての典型的に言ったんだけど、もう毎日タスク、もうだからこれも一件作ったら、じゃあもう一件作ろうかなとかって考えるわけ。そしたらもう二件目や、一件目やりながら、オペレーションやりながら二件目作るから、もっと忙しくなるわけよ。たらもう考えてる暇ないよね。先のことなんか。とりあえずなんか気がついたら10件もできてたみたいな。みたいな感じになるのが理想かな。その自分のこの先の人生全てが忙しいなって思ってるうちに死んでしまうってなったら最高じゃん。なんかいや最高じゃん。だってさ、あ、今日も充実したって寝たらそのまま死んでたみたいな。最高じゃん。あ、まあ確かに何の不安もなくずっと充実したままいなくなるみたいな。だってさ、生きてるから考えるわけじゃん、よくわかんないことを、不安とかも。でもう先のことは絶対考えない方がいいです。本当に考えない方がいいから。考えていいことは本当にないし、なんか、俺もだからすっげえ考えないようにしてるけど、めきめきと湧いてきそうになるわけです。それもぐら叩きのようにこうやって叩いてないようにしてるんだけど、それでもちょっと考えたりとかする時間がポッと空いて考えちゃったりとかするのはやっぱり取り越し苦労だったりするわけ。なんか、意外といい解決策あったな、みたいな。っていうのは後から分かったりとかして。取り越し苦労だったな、みたいな。なんで、とりあえず、大丈夫だから、不動産屋に行って、物件契約して、退路を断つ。退路を断って。ルビコン川を渡る。ありがとうございます。皆さんの叶えたかった夢は何ですか？また、実現できましたか？コメントにて教えてください。ご視聴ありがとうございました。